宝永の大火とは、宝永5年3月8日に、京都で発生した火災。馬の下国に油の工事通り三条上がるの線や、一米宅より出火、南西の風に煽られて被害が拡大し、金利御所、仙洞御所、如院御所、東宮御所が、ことごとく炎上、九条や、高塚酒をはじめとする公家の邸宅、寺院、町屋など、西は油の工事通り、北は、 今出川2、東は河原町通り、南は西木工事2に囲まれた状況を中心とした417が町1351件、仏工寺や下鴨神社などの所持者などを焼いた。火災後、見渡せばけも田舎となりにけり足の刈屋の春の夕暮れと書かれた落酒が市中に貼られた。火災後、一部の町及び民家が 鴨川の東や内野などの郊外に移され、千本通りの西側や鴨川の東側まで京都の市街が拡大され、現代に関連される歴史的街並みが形成される景気となった。中村、匠、塚本、明弘林、智子。都市対歌手から見た近世京都の景観研究、災害空間復元を通した近世都市開発と歴史的建造物の読解。 京都歴史災害研究 14https コロンスラッシュスラッシュ 1.2.ac.jp スラッシュ neid スラッシュ4 0 0 2 0 0 2 1 7七3個スラッシュ2021年6月21日閲覧都市大歌詞から見た近世京都の景観研究災害空間復元を通した近世都市開発と歴史的建造物の読解かまた道高 近世都市における都市開発、法営5年京都大化後の新地形成をめぐって。 ならし学 14?http コロンスラッシュスラッシュレポ .nara-u.ac.jp スラッシュ modules スラッシュ xonips スラッシュ d t e l p h p id イコール1 0 8 6 4 5 1から1996 1200から1 3 2 0 2 1年6月21日閲覧ありがとうございます